はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフジです。では今回は信長のロボ大使パブキと、明智光秀本能寺の変リベンジ続きやっていきたいと思います。ようやくですね、秀吉の城を一つと、削ってですね、その勢力を削ぎ落としつつあるという状況なんですが、いかんせん秀吉はですね、まだ洲本城に1万の兵、あとは、難攻不落の石山郷を持っているので、これらの城をね、取っていきたいと思います。あとさらに言うとですね、長宗我部も秀吉と開戦中でして、秀吉に対して長宗我部は今あの西賀城に向けて、軍を進めているというところで、このあと岸和田に向かうのか洲本城に向かうか、場合によってはね、我々が岸和田城を取る前に長宗我部が西賀を取ってしまうんじゃないかなっていう懸念なんかもあるので、ここはね、長宗我部で先んじて秀吉の城を取っていきたいと思います。では時間を進めていきます。まずは高屋城を取ってしまいましょうねというところですね。報告します。先月の終始になります。すいません。で、高屋城を取ったら、高屋城を囲んでいる光秀の軍勢は一旦撤収させましょう。画面の上部出てるよ、お金1円です。で、兵糧が3万というところで、どちらも潤沢ではない。お金に関して言うともうないって言っていいと思うので、これらをね、うまく、秀吉との戦いが終わるまでやりくりしなきゃいけないので、一旦光秀の軍は返しましょう。で、北条と徳川か、ここは何度も言ってるように僕はアンチ家康徳川なので、北条に味方しましょうか。いや待て、ここは不参戦にしよう、日和見しておこう。で、勝家が森に攻め込む、森吉成かな。で、ここは勝家についておく。手を貸そう。さあ問題はこの兵糧の減りだ。石山五号を力攻めでどうにかできるものなのかっていうところだよね。いや無理だなこれは。包囲戦を仕掛けつつも即撤収かな。それか、岸和田城を力攻めにする方が現実的な感じがするな。手を打とう。岸和田城に向かいましょう。出陣しよう。で、石山御坊を孤立させる、これが一番いいかな。高屋城を早く落とさないと危ないな、兵糧的にね。もう1ヶ月はかかりそうかなという感じがするな、高屋城の攻略戦に関して言うと。岸和田城に関しては藤田伝語隊が強行します。力攻めで落とす。報告します。先月の収支になります。兵糧が危ないし、お金はプラス6円ですね。これより表情を始める。プラス6円はきついな。プラス6円をどう見るかですね。あとはじゃあこれにて表情を終える。とりあえず農業改革入れ、いや労役追加が先かな。いや違うな、川不信を先にしましょう。いや耐震補修だ。で、大野が使えたいと、煩悩中の煩悩ですね、能力を見る限りは。ただ武将の数は欲しいんで、これでいきましょう。で、兵糧だよ、心配なのが。岸和田城が落とせるのかっていう感じがするな。島津と長宗我部の戦いですね。島津軍の数5万というのは見えますけど、長宗我部の福留の軍勢の数がちょっと見えないですね。が、ここは長宗我部が勝つか。3万でしたね、今長宗我部の軍勢ちらっと見た感じで。
よし、高屋城を落としたので、たわいもないもの、高屋城に攻撃を仕掛けていた光秀本体17000は解除する。で、高屋城に次のターンで武将を忘れずに入れましょう。津軽が安藤に滅ぼされるパターンってあんまり見ないパターンですね。病には勝てぬ。タガが死にましたね。タガの埋め合わせは大野にしてもらいましょう。先月の終始になります。金がなさすぎる。それにしても金がない。ご命令を。そしたらさ、ちょっとと足軽の調整をしましょうか。もう秀吉の脅威もちろんあるんですけど、今までほどはないので、ここは歩兵で足軽の数の調整をしていきましょう。ちょっと待ってね。そもそも金がなさすぎて足軽の調整すら効かない今、そういう状態だね。いや、やられたな。マイナスだからね、金が。そもそも交渉も難しいし、やれることは何もないですが、高屋城の武将入れだけはやっておきましょう。新城を入れておきますか。新城、松倉重政の3名を高屋城の守備隊として入れましょう。秀吉と岐阜織田、これは信孝の方かな。岐阜織田だと使いの者が来たようです。さらに秀吉より交渉の申し出か。これはいや、これさ、岸和田城を差し出すとか、あるいはね、その石山御坊を差し出すとかっていうネタであれば、まあ承諾してもいいんですけど、これ完全拒否ですね。岐阜織田はどっちなのか一応確認しておきましょう。気持ち悪いので。岐阜織田は信孝ですね。信孝は信長の三男。光秀様、家康から北条を討てとの激文。いや、無視だね、無視。とにかく家康は無視。ようやく報告します。先月の終始になります。ただ参加しといてもよかったかなって感じがするな。ご命令を。参加しておいて周りのね、その藩北条連合に加わっている大名家からの攻撃を退けるっていうのはありでしたよね。よし、悪いが負けられぬのでな。一応全員を解放しておきましょう。黒田和成、黒田和成、ちょっとあんまりピンとこない武将ですけど、これ黒田の一門衆なんですかね。年齢19歳。ただ長政の、まあ、息子にしては年齢が行き過ぎているので、まあ、長政の弟とかね、そういうのだったらなんかピンときますよね。不覚を取ったわ、ことじけなし。では連合隊は起動させる。岸和田城にも武将を入れましょう。していかないとな。宝蔵院が陰影春影どっちですかね。これバカボンドも全然読まなくなっちゃったから、まだバカボンド連載してんのかな。報告します。先月の終始になります。金がないな。これより表情を始める。農業は常に欲しいので、農業と、あとは
論議、対名。いやー、斉藤利光優秀だわ。軍事20、論議14、対名21っていうね。さすがですね。これにて表情を終える。そしたらさっき入れ忘れてしまった労役追加ではなく耐震強化入れておきます。提案強化も入れちゃう。ご命令を。さあ、そしたら忘れないうちに武将の配属を行いましょう。武士は武将、ここも二条御所から入れる必要があるよね。うん、氏郷は前線に送り出したいので京極、京極とあと五円ぐらい入れとく。石川五円は極もかしこまった入れておきましょう。で、岸和田城、うわ、この辺りはもう金がないから、金がないやつには何もさせないという感じだな。で、どうなんだろうね。洲本城2800の軍が入っていて、長宗我部元親4万5000で囲んでるんで、まあこれは落城するのは時間の問題でしょう。で、心座出征が解放されたという話ですね。人狼、合戦中の敵勢力の武将の忠誠が下がり、決戦開始時敵の士気を忠誠に応じて下げる。でかいね。報告します。落とされてしまった先月の終始石山御坊ただ一つという状態に持ち込みましたね。島津のリベンジ戦だな。島津義久2万で長宗我部勢の軍勢の数がちょっと見えないけど、ここは島津が勝ったんだな。これで島津の逆襲が始まりますね、きっと。ただ今までの信長の野望シリーズだと島津が肥大化する傾向が顕著だったんですけど、信長の野望大使に関して言うと長宗我部が、ね、大きくなる傾向が個人的には多いかなと思います。9月まで何もすることがない。一応リアルな話をしておくとですね、12月の5日からだったかな、バンコクにまた遊びに行ってきますという話をしたかったんですが、長宗我部毛利との同盟があと1ヶ月か。先月の終始になります。金がなくても延長できるよね。これより表情を始める。これにて表情を終える。長宗我部と毛利との同盟は生命線なので絶対に破棄されたくない。同盟延長24ヶ月はい、もう同盟延長24ヶ月はい。で、今回はねまた強行スケジュール、3泊4日だったかな、4泊5日だったかな、で結構強行なスケジュールになってます。で、年末年始はね、お話してる通り、フロリダの方に奥さんと遊びに行ってきます。先月の終始に、あとはゴールデンウィーク、ちょっと早いんですけど、ゴールデンウィークはもう航空券がね、値上がりする前にバンコク行きのチケット取りました。ご命令、詳しくはね、今日この後21時から、ラジオ放送予定、生放送で、やる予定なので、そちらの方にね、遊びに来ていただければなというふうに思います。ミカミックスとね一緒にやりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そしたら恩賞でも与えておく。中川はじめ、ことじけなし、忠誠が微妙な武将の恩賞を与えて金でつきましょう。ようやく収穫だな。報告します。収穫が始まる前に本当はね、石山御坊を囲いたかったんですけど、その余力がなかったのでしょうがないですね。では秀吉の息の根を止めにかかりましょう。
3万2000の軍勢がいるかな。これはちょっと数を減らしていこう。ちょっとでも節約をしていきます。まあ、1万5000もいれば十分かなって感じはするんですが、少し余裕を持たせて8000ぐらいにすればいいのかな。さあ、こんなところですね。我に続けることはまずないと思うので、強行で114日、結構かかるけど、まあしょうがないね。3ヶ月強行、4ヶ月使いの者が来たの。足場より交渉無条件で、これでさ、あの講和しようっていう秀吉の神経がよくわからない。一騎を収めたいので、秀吉との戦いをね、早く終わらせたいんで、先月の終始になります。一旦五方を攻略しちゃいましょう。これより表情を始める。これにて表情を終える。バランスよくいきましょう。波状水の追加先に出てけばよかったな。白攻めの極意も入れよう。今からですけど、鷹の目も欲しいな。何、家康があの土地を狙っている、そんなことできるの。家康があの土地を狙っている、あ、できなくはないな。確かにね、カリア城あたりから都会して一気にあの津城、松ヶ島あたりを狙うことは可能といえば可能だもんな。ただ今金がないからどうしようかな。一旦そしたら取引を行いましょう。取り計らいます。で、売った兵糧であの津城執近辺の防御を固めていこう。は、承知しました。かしこまった。これでどうだ、何もできまい。得意の人権所、準権所作戦で、兵力を削っておきましょう。上層部と秀吉が和睦したとはいえ、我々は秀吉を攻め落とします。報告します。もうあと1ヶ月半ぐらい、戦略の終始になります。下地を。さあ、金がようやく入ってきたので、久しぶりの内政をしっかりやっておきましょう。あとはですね、まあ、この後考えると長宗壁とは少なくても24ヶ月は、戦闘の予定はないので、はい、そこじゃないところで、承知。は、承知しました。は、かしこまりました。しっかりと承知しました。陣形を立てて防御を固めておきます。秀吉の息の根をようやく止められる。あ、信雄に対して長宗壁が先制を告。いや、長宗壁体力あるな。島津との戦いで戦力を集中した方がいいんじゃないかなと思うんですけど。手を貸そう。まあ、これもありがたいね。本当まだ死にとうない。これ見るとだって鳥羽城にまで進出する気配あるからね、長宗壁は。もちろん我々の領国を通ってもらって構わないですね。報告します。先月の終始になります。ご命令を。これを見るちょっと一旦秀吉を滅ぼしちゃいましょう。先にその後だ、全ては。はい、長宗壁が信雄軍と激突ですが、まあこれは長宗壁の圧勝でしょう。何、信雄が勝つか長宗壁に。そ
そんなミラクルある？ミラクルだな。よし。手段は選ばぬ。勝つためなら。秀吉よ。本能寺の変リベンジ。完了。まあ、山崎の戦いリベンジなのかな。光秀と秀吉という意味では。さあ、秀吉も登用する。いや、秀吉裏切られるときついからな。秀吉は処刑する。羽柴の一門衆は処刑。それ以外は雇い入れよう。いや、こんだけの武将を抱えてるからな、秀吉はね。そりゃね、強いよ。まあ、ここまでに、例えばですけど、福島正則とかね、黒田官兵衛とか、そのあたりは葬り去っては来たものの、この数ですよ、まだ。武将の質量。ちなみに、統率、秀吉の100号筆頭に大谷義次が99、堀秀政96、清正が95、雷電が92、又兵衛が89、高虎が86。いやー、強い。で、武勇に関して言うと、又兵衛いるしね。鈴木重秀もいるし、森田兵もいるし、いや、それは強いよね。知略面では、まあ、秀吉、まあ、これ107。大谷義次がね、能力的にこうやって見るとバランスがすごくいいですね。あと、堀秀政も含めて。で、東堂高虎もね、内政とか高いよな。ちなみに、内政トップは三成。さすがよ。秀吉以外は、秀吉と秀長以外は、配下に入ってもらいましょう。秀吉、秀長。秀長も強いな。外政100だからね。まあ、統率も文句なしの87。で、内政知略は94ですからね。侍なんぞになるんじゃなかった。そうだな、秀吉よ。さあ、では、三井での本体が退場していきます。五号には後で、武将を入れましょう。で、その前にちょっと今回見ておきたかったのが、現在の各国の力をちょっと見ておきたいと思います。まず三井でですが、拠点31、武将187。いや、だいぶ膨れたね。島津は拠点18、武将が43か。兵数が8万6000でしょ。ああ、三井だよね。で、島津が5万9000。いや、大友が強いね、こうやって見ると。大友、兵力10万超えてるからね。毛利に関しては20万超え。長宗我部も16万。拠点数が多いっていうのもあるけどね、長宗我部は。それに比べて信雄は1万5000人しかない総兵力。それでよく、長宗我部を退けましたよね。勝家は？いやー、勝家も14万か。まともにぶつかっても勝ち目がないな。我々8万ですからね。拠点は31と増えましたけど。で、信孝が武将数50か。まあ、セオリー通りこの後続けるのであれば、信孝、信雄を滅ぼして、まあ、織田のね、血筋を根絶やしにした後に、拠点数がそれぞれ10個ぐらい増えるので、それぞれじゃない、普通に10個ぐらい増えるので、それでね、家康とかとの戦いに進んでいくっていうのが、まあ、セオリーなのかなっていう感じはします。ちなみに、家康は拠点16、武将71、兵数10万。北条は、うわ、最強だな、これ。兵数30万もさることながら武将150。東北地方はこれ平らげられるね。相馬、最上、南部。ただ、どうなんだろうね。安藤も強そうな気はするけど。まあ、武将32、兵数4万なんでね。はい。というわけで、じゃあ今回はここまでにさせていただこうと思います。で、ちょっとこの後、この本能寺のリベンジ、一応ね、秀吉を倒して、リベンジはできたので、続けるかどうかっていうのは、ちょっと考えて、このままね、例えば、信孝、信雄、両、信長の
息子を滅ぼすまでやるとかね、いやいやいや、やっぱり家康倒そうよ、嫌いなんでしょっていうところまでやるのか、それとも一旦今回はねリベンジ達成ということで終了にするのかはちょっと考えさせていただきたいなというふうに思います。なので、一旦今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。